私的所有権の例。私有地のために立ち入り禁止の標識がしてある。私的所有権、または私有権とは、個人、または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有性、または私有性。私的所有された財産が私有財産である。対比後は、公的所有権、または公有権で、その制度が公的所有性、または公有性。 公的所有された財産が、こういう財産、または公物である。私的所有権は、経済的自由権の一つである、財産権の一つである。私的所有権を持つ個人や法人は原則として、対象の財産を自由に取得、保持、売買、廃棄できる。近代以前では、私的所有権の概念は、時代や地域や民族にもよる。アイヌやアメリカ先住民、 古代ギリシアのスパルタ、インカ帝国などを含む多くの地域や民族では、土地などは共有であり、私有財産の概念は存在しなかったか、明確に禁止、または規制されていた。ガイウス・ユリウス・カイサルは、ガリア戦記で、ガリア人は古代ローマ人と同様に私有財産の概念を持つが、ゲルマン人は持たないと記した。マルクス主義は、所有の概念が存在しなかった段階を、 原始共産性、所有の概念は存在するが、共有のみの段階を、アジア的生産様式と呼んだ。私的所有権の概念が存在した時代や地域でも、国王や貴族、教会などの特権的な財産のほか、入会権や、入会地など住民による、交有の概念が広く存在した場合も多かった。近電性や反電収受法などは、 土地交有を前提にした制度である。王権真珠説では、すべての所有権は国王にあるとされ、私的所有権の絶対性は否定された。私的所有権絶対の原則は、近代司法の三大原則の一原則となった。近代以降の政治思想の分野では、私的所有権は、経済的な自由主義である、資本主義の基本概念となっている。これに対して、 各種の社会主義やファシズムや開発独裁などは私的所有権の制限を主張し、さらに共産主義は私的所有制の廃止と財産の社会的共有を主張するが、それぞれの定義や範囲は多くの立場がある。ありがとうございます。